を勝てばなんとか地区大会出場でございます。秋の新チーム2回戦でございます。経験値が欲しい。ちょっとこの世代ね、一新してましたからね。1年生がガラーンと入ってきてね、3年生がボーンと抜けたっていう世代でございます。そうですね、まあ、このエース東くんがね、なんとか一応多分全国級1年生だと思うんで、そのおかげでね1回戦突破ということで、堀かな。ここはこの子は打てないんだよな。そうなんだよね、木村兄弟。まあ堀くんじゃねえか、レーザービームの堀。まあ、改めてですね、このアズマックスストレートが1年生でございます。東区アズマックスストレート東、152キロの EE スライダーフォーク伸び A。 なんかもう一個特能があれば強いなって感じ。そう、でも覚えられないんで頭悪くて。1番総力極み、もうそろそろ A ですね。堀くん、レーザービームの1人。この子何年生？1年生です。1年生強いね。強い、基礎能力が強かったっけ。2年生対左 A、 ミート極み大西。なかなか打てないっていうか、うん、本当に打ってくれるとはゴロなんだよな。もう全然打てないから、ミート強いからね、バントもできるようにこう2番にしました。で3番ね、ホームラン7本の勢いはどこ行った高島。ちょっとね、なんかね、極み高校って1年目はいいのに2年目が落ちて3年目なんて影の存在になってしまうやつが最近出てくるようになりました。そして4番パーキャミ岡本。いいですね、レーザービームの一人です。これ本当にあの巨人の岡本さんになりそうですね。そうだね、なんか4番岡本ってしっくりくるし、4番にしといた。パーキャミだし、弾道低いんだよな。5番ミート極み宮園。はいはいはい、ミート極みですがパワーヒッター持っていて一発も狙える器用なバッターです。6番弾道極みキャッチャー B 三浦。まあこいつは打撃というよりかキャッチャーで頑張ってくれりゃいいや。7番サブポジ極み広角打法アウトコースヒッター無理やりつけました久保田。もう一伸びですね、パドックみたいになっちゃってるな最近なんか。木村兄弟の兄木村守備極み広角打法は活用したことありません。うち広角打法多くね、何人のこの世代広角世代やん。あと、まあ、見どころなのはやっぱりこの木村弟がね、はいはい、ダイソーで総力極み。そうだね、田村は能力値高いからね、どこにも出れるけどね。まあ打ったねんだよな、これがまた。まあ打ち気要因だしな、スタミナ要因というのもあるし。はい、このメンバーでやっていきます。2年生3人しか出ておりません。1年生主体のこのチーム、これで勝ったらでかいよ。まあ来年が強いな、めちゃくちゃ多分、おそらくきっと。そういえば聞いてくださいよ。どうしたんですか？最近なんかあの初見さんが多いのか、え、俺の声うるさいうるさいっていう人がいいんですよ。あなたの声うるさいなの、うん、確かにあなたのボリューミーボリューミーだよね。ボリューミーボリューミーだよ、あなたの声って。なんかたらふ食べれるそうな、わーっていう時はすごい声だもんね、音量が。昔はこうじゃなかったんです。右の田島マウンドに上がりました。いや違うな、あの眉毛はなんかこんな転生はいなさそう。さあ田島、見せ物でしたね。135キロの FE スローカーブにナックル1。お前よく1回戦勝ったな、これで。ナックル1って投げれてるっていうのかな、それ。ただの回転が遅いスローボールです。藤岡、東野、日高、うん、弱いですね。本当によく1回戦勝ったなっていうチームだな。弱小の中の弱小、一人だけ強いとかなのかな。いやそうでもなさそうだぞ。だからあれでしょ、対戦相手がひどく弱かったでしょ。なんだこの転生っぽいやつがいて、全然転生じゃないやつら。ほんとだ、名前的には結構。後藤小林とかねえ、これも名門の力を見せるべきでございましょう。森岡くん、間違えた、堀くん。森岡くんって誰やねん。堀くん、広角打法をやっぱりね使っていきたいかな、どうせなら。第9。あ、来る。あー、そういうとこでボーンと打つんですね。全然伸びないなこの人。みんな今日は打率上げるチャンスよ。インコースは振るなよ。でもあんま打ちすぎちゃうとコールド勝ちになっちゃうんで、いい塩梅で打っていけ。あの全員満塁で終わろう。おお、ホームラン。あー、やばい、打っちゃった。高島出た。お、いいね。お、4安打2から5番の4安打。久々に高島出た、これでけえわ。選手にも調子ってもんがあるんですよ。見えない調子ね。そう、見えない、あの裏サテンの波があるんですよ。見えない調子厄介すぎるな。ちょっと数値2は弱いから、ここは総力極み普通の身長打法でいきましょう。まあ一番バッターらしくね、普通に出てほしい。あれ何ホームラン打ってるの。ララララララ、あのホームランを狙わずね、で盗塁もできるというね、いい塩梅だ。ナイス。いや、いいね、いいね、いいね。高島平塚、大西に安打、素晴らしいね今日は。あ、打たれた。あら、原田君に打たれた。大西おそらくなんだけどさ、いや前もそうだと思ったんだけどさ、はい、あの弱者に強い。あ、で強者に弱い、うん、逆がいいな、逆がいいな。対強打者じゃなく対弱者持ってんだよなあいつ。第9、何だろう、ジャイアン。スローカーブボール。なんか散々ライオンライオンとか言ってたくせに、なんかやることがチャッチンだよな。投げた、打ちました。うわ、今の外した。ここは足を見せるところじゃない。そうよく極み掘り、まあしゃあないな。
繋がらないね。ヒットは打ってるけど繋がら、お、繋がって始めたね。大西が3安打です。ワンアウト1、3塁。今日追加点のチャンスを迎えました。そして岡本ね。中島は盗塁がいいだけど、クイックいいですね。ナックル来たらいけるな。長谷川くん送球シーンの肩いい。まあこれはいけるだろう。さすがに頼む、ね、危ない危ない。さすがに頼むぜベイベー。おっと外された。あああ、あっ、ねえねえな。盗塁 E と盗塁 D ってさ、マジでさ天と地なんですよね。うんとドロなんですよ。運転のことをうんとドロって言った人は初めてだと思います。これうんとドロ、岡本君はどうしようかな。まあ4番らしく、そうスクイズはね強振になっちゃうからできないんだよ。引っ張るかセンター返しか、引っ張るかセンター返しか。カードが多い5でいきましょう。第2球来た。これ何すごいスローカーブだな。へっぴり腰は内角からすごいな。第3球を投げた。よっしゃー。こういうことよ。弾道もいい、弾道もいい、弾道1なのにすごい。あー、ラインドライブで若干弾道が上がったっていうのがあったのかな。素晴らしい。いいぞお前ら。これはね4番に抜擢した岡本、期待に満ち溢れる希望の一発が出ましたね。素晴らしいです。ちょっとあれだな、弱い者いじめに見えてきたな。まあ、こいつもこっちも弱いものだからいいんだよ。ツーアウト2塁、久保田。久保田くんちょっとね、あの流し打ちのアウトコースヒッター見てみたいっすよ。お前はねいつか化けるはず。あ、来た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 、打っていったよね。そう、あの左方向にね流すあのコツを掴んだら化けるはずなんだよ俺は。そう思う。感覚の問題ですからねこの辺は。まだダメだな、まだダメなんだよ。でも抜けた。三浦走った。ちょっと余計な点だなこれ。終わっちゃう終わっちゃう。あと5点、いや違うな、あと何点かはあるけど。殺さず生かさずお願いしますよ。ヒットつながっていく。ちょっと堀くんがね今日リードで迎えやばいな。試合が早く終わってしまいそうだ。表だったのが幸いですね。他になんか使う選手いたか。いやいないね。慎吾がダイソー出るぐらいだけど、まあでも東もねあのちゃんと指示してあげないと強くならないから。そうだな。とりあえずここはね甲子園獲得してスカートいいやつ拾いたいわ。打ったピッチャー返し。ゴロー。あとここで負けてしまうと本当にね名門から強豪に落ちてしまいますからね。そうなると本当にスカウトできなくなっちゃうからね。6回の裏守備ワンアウト1、2塁。いい感じのピンチを作りました。アズマックス。いいね、三振の数もなかなか。こいつか源田くん、ホームランとヒットを打っている男。源田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 。今日2回目の伝令を送ります。さあ、アズマックスストレート東くんよろしくお願いします。インコース。おっと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 。そういえばあの東のステータス的にもう一人投手いた方がいいっていうコメントあったな。え、どういうこと。まあ羽田くん、前回の羽田くんみたいにバカスカ打たれた時 の、 あの中継ぎがいない。なるほど。まあでも東と真珠だと思うんだよね。羽田くんの場合はね、あの一応いたからさ変えちゃったけど、もう心中じゃない。東打たれたらしょうがないっていうレベルだよね。代わりがいないんです。周りが弱すぎるよさすがに。おいしい。なんだその送球は。舐めとんのか。いや、なんで野球1年間もやってその送球しかできないのよ。それは同じ練習ばっかしてるからです。しかもまだ極まってないから万能練習できないんです。ワンアウト一塁、ランナー誰出たんだ。宮園ですね。代打で、いや、ダイソー行きましょう。木村慎吾。今日ダイソー起用。さあここで木村慎吾出てきました。走力極み、俊足の慎吾入ります。第9、木村。余裕よね。さすがの余裕通りでチャンスを作りました。三浦君を変えることはできません。ラッキーボーイでチャンスつけ。さあラッキーボーイ。まあ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 、弾道4、弾道極み、三浦センター弾き返します。投げました。またも空振り。低めだけど弾道極みだからもう勝ち上げてくれ。第3球を投げました。いいよ。あー惜しいね。惜しい惜しい。そこはもうちょっと弾道極みの良さを見せないと。代打で使いたやついないな。辰巳くんは辰巳チャンスへ。あー補給100、補給100受ける。極めましたよ。補給しっかりと辰巳。いやこれいつか負けるって。絶対いいバランスになるって。代打丸とかついてたのは最強。1年生で使えるやつっていたか。1年生がベンチにいない。みんな出てる。これはもう久保田も出せるしかないな。第9投げました。もう今日は数値2のカードなかなか打ってくれないな。第2球投げました。打つときは打つんだけどな。相手投手変わってるんだ。東野です。東君に対抗しちゃって。東野です。東野、これは東野。内は東。あ、違う、逆だ。逆逆逆。
次が4球目投げた。ああ、いいよいいよいいよ、ナイスバッティング。悪くない悪くない、よしよし。どうする、東山田か、兄ですね、木村兄。ああ全然打てない。辰巳でもあれショートいる、あ田村がいるか。江口が見たいな、パワー系。でもまだ極め切ってもないしな、正直誰もいらないな。お前打てそうだな、こいつなかなか強いね。まあでも木村、ここは木村に成長を。弟はね優雅に走ってんだから、お前も頑張って優雅に打ってくれ。やはり数値が弱くても広角打法は信じたい。第9投げた、広角持ってるから広角の指示をしてるけど、打率が2割ってことは流し打ちが下手くそなのかな。打った、あー高い高いだけ、高いだけです、パワーがないです。ノー、やばい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 、おーい、じゃあ魔物使えばよかったわ。うわコールド勝ちしちゃうよ、何やってんだあのライト、ちゃんと練習してこいよ。困ったね、仕方ない、じゃあもう表でもう東を変えちゃってどんどん入れるべきじゃないですか。誰を、誰かいないよ、誰も誰かいないの、誰もいないよ。もう辰巳が1年生だったらよかったんだけどな、もう2年生だもんな。まあ魔物がいればもう魔物発動させるっていうのは。田村がどうだ、いやこれ1年生まだあと2人ぐらいいたな、確かベンチ外にしちゃってるわ、もったいない。あいた、まあ田村はそのまま経験値積ましたですね。まあレギュラーなんじゃないの、夏はさすがに、夏はオール B ぐらいになってるよこれ。オール B か、なんか1個前2個前の世代の方が強かったよな。まあそうだね、オール A だったかね、前川とかは。竹内誠人もまあ言うてオール B よ。竹内誠人か、懐かしい響きですね。もういないんか、やつはもういない。全然ダメだね、自分で魔物発動、みんな任せてくれ、俺魔物持ってるから、からのお前が魔物じゃねえか。まあ、じゃあここは1年生積ませるという意味でですね、ガンケン、ガンケン行く、ガンケン行こうか。東交番、俺はヤヤミじゃねえ、ガンケンだ、こっちの方がごついだろう、ガンケンです。ガンケン、コントロールがいいのでね、低め中心で行かせていただきます。いやぶっちゃけ1点取ってほしいんですけど、134キロながらいいところに投げます、ガンケン。第2球よー、構えてどこに行くね、いい制球力、制球極みでしたっけ、制球極みです。ナイスピッチング、素晴らしいじゃないですかガンケン君。解明してガンケンだったからよ、サクサイどこに投げることはできる、なかなかいないぜ、同じ読み、あの同じ漢字なのに読み仮名だけ変更する人。投げました、ガンケン。さあ次はどう投げる、臭いところ、第3球をアウトロー、投げました、いやいいところ、臭い臭い、ガンケン臭いよ。追い込んでいます、次は4球目、インコース要求、三浦投げました、インコース変化球、臭い、素晴らしい。まあ俺だったら外角ギリギリいっぱい見逃し三振、高めの要求、三浦投げた、高めから落ちる球打たせました、市民のクソ悪い大西です。今盛り上げる使ってるからまあなんとかいいのか。そうだね、肩は上がってなくてもあんだけ良くなるんか、守備力って大事やな。じゃあもう一人の1年生大塚、あたしさくらんぼ、もう一回笑顔咲く、自分のペースで投げることができる。なんで大塚なの、あそう大塚愛じゃなかった、あ歌ってる人ね。ただコントロール G なんですよこの方、変化球極みだけど、あのまずどこに行くか分からないっていうね、当たったらごめんよってあの事前に言ってみます。ちょっとサイドスロー気味かな、おじいさん投法みたいな、なんか第2球よっこいせ、スリークォーターかな、肩が上がらなくなったおじいさん投げ、第3球を、ね、俺も肩上がんないんだよね、ストラックアウトとかでもね肩痛めるからね、ストラックアウトの球って重いもんね、あれね、重いね、あれはゴム球だよ、野球ボールじゃねえ、あらら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 、まあ、コントロールはね、あのキャッチャー B の人がね、どうにか滑ってっからちょっと上がってんだよね、ナイスー、コールド勝ち、まあまあ名門にね、こんな弱小相手はね、まあ、1点取られただけちょっと恥ですよって感じですよ。さて、なんかついたかな、まあつかないよね、つかないよね、そりゃつかないよ、地区大会だもんね、評価も上がんねえよ、地区大会レスラーだから、地方大会、地方大会だから、でこれで地区大会行ってあと1、2回勝てば甲子園だねと、地区大会出場、まあここまではね、名門校だからね、腐っても、マジで腐っても状態だけど、なんかくれ、田川、前評判は D、
まあ前評判 D でよかった。あと2つ勝てば秋の全国大会で、1つ勝てば甲子園なのに前評判 D はマジででかい。ありがたい。スカウトの時に落ちたくないよ。スカウトの時に行きたいからね。絶対名門キープ。